話せるか。いいと思う。何の用だ。何かを見せようとしてたな。ああ、その通りだ。来い、今度はうろちょろするなよ。ついてきてもらえるかな。やめろ、今すぐだ。バーグ、ダメなやつ。シギの宝をなくした。壁に頭を叩きつけてもそれは変わらん。バーグ痛い。バーグ考え浅い。バーグ頭悪い。悲しみがない。トロールとの意思疎通には困ってないようだが、なぜここへ連れてきた。あの穴を覚えておけ。仕事はあれに関連してる。それとあの扉が見えるか。裏に金庫がある。最近まで貴重品が詰まっていた。バーと守った。そしたらドカーン、宝が消えた。つまりだな、誰かが20トン近い俺の金やら何やらを盗んで逃げた。そしてお前は取り戻すのを手伝うんだ。分かった、手伝おう。熱意に溢れてるようには見えんな。ウィッチャーの性格だ。感情を剥奪される。でなければ嬉しくて飛び跳ねてる。まあいい、辺りを調べよう。だがまず質問がある。行ってみろ。泥棒は後ろにある穴から侵入したのか。素晴らしい名探偵様だな。他に名推理は。今年が何年か答えようか。それともレダニア王の名前か。いや、だが不思議だろう。どうしてあんな穴ができたのか。穴ない、ドカーン。穴できた。バーと見たかった。でも見ないで寝てた。悪いキノコ頭眠った。ドカンだって。詳しく言えるか。ドカーン。こんなに大きい。説明する。爆発は金庫と下水道を区切る壁にあの穴を開けるぐらい大きかった。このトロールとの意思疎通がうまいな。経験の積み重ねだ。ずっとバカと働いてきた。悪いキノコ、それは何だ。カビを出す。胞子は極めて有毒だ。人影で死ぬ。トロールでなければな。そう、バート、バートはトロール。お前には言っていない、マヌケ。どこまで話したか。ああ、カビの胞子だ。金庫の反対側の下水道の壁を覆っている好都合だと思っていた。守りが固まると泥棒はそこを通り抜けた。バート、そいつらを見たか。バート、穴通った。爆発したものを見たかった。キノコス眠った。宝消えた。ダメなドロール。もういい、黙れ。自分で泥棒を見つけようとしたか。当然だ。フォンスというノロマを雇った。
俺たちは毒キノコの解毒剤を飲んで一緒に下水道に入ったが、すぐに俺だけ一人で戻った。何があった？やつはものすごいゲップを始めた。壁が揺れるほどのゲップだ。そいつに言った。やめろ、伯爵の御前だぞと。まあ元伯爵だが、とにかくするとやつは解毒剤のほとんどを吐き出しちまった。引きずり出そうとしたら泡の音がして、何かが水中から這い出してきた。部下の命は大切だ、だが自分の命はもっと大切だ。ポンスを離し必死に走った。下水道を調べるべきだな。解毒剤はまだあるか？小瓶がいくつかある。調合法もな、正直ひどい味だが、命は守られる。ほら。助かるよ。感謝されるいわれはない。まったくな、窒息されたら役に立たん。いいか、用があれば上にいる。空っぽの金庫を見てると海洋ができそうだ。うまくやれよ。ダンデリオン、一体何に巻き込まれたんだ？下水管の柵か。爆発でくしゃくしゃだ。モルタルがついてる。つまり爆発時には定位置にあって、爆風で壁から剥がれたのか。こんなところまで下水管の一部が。強烈な爆風だったらしい。ウィッチャーの霊薬の方がマシだな。ドラウナ、いや。これは内側で何かが破裂し、壁ごと吹き飛ばしたのか。うん、浴場の下水管はここに集まってるようだな。魔法の痕跡はない。呪文ではなく爆弾だ。ではなぜその破片が見つからない？水で流されたのか。容器の底、おそらく銀製だな。そこにルーンが刻まれている。歪んでる。多分爆発のせいだ。おそらく爆弾の一部だろう。この匂いはワイバーンの油と
絡めるか。ここはもういいな。ディクストラに会おう。バート、時間あるか？時間？バート、時間ない。バート、石ある。石、欲しいか？いや、欲しいのは時間だ。そうか？バート、いいよ。もう一度聞く。話せるか？シギはお前が好き。話せる。ああ、助かったよ。またな。また。また。また。話せるか？いいと思う。何の用だ？金庫付近の下水道は隅々まで調べた。それで何か分かったか？爆弾が壁を吹き飛ばしたようだ。見ろ。銀の容器の底だな。ルーンに覆われている。面白い。中身に心当たりの？匂いからいくつかの材料が分かった。ワイバーンの油と砂糖だ。砂糖？冗談を聞く気分じゃないぞ。冗談じゃない。ありのままを伝えてるだけだ。砂糖の入った爆弾だ。考えてみよう。砂糖は硫酸に激しく反応する。だが爆発を起こすほど激しくはない。錬金術に詳しいとはな。オクセンフルト学院で少しな。だが思い出にふける時ではない。お前は宝を見つけるんだ。俺の伝記を書くわけじゃない。他に爆弾について分かったことは？見込みのある手がかりは下水管だけだ。どの浴槽に繋がってるか知りたい。ハッペンが客の記録を残してる。侵入された日に誰があの浴槽を使ったか分かるはずだ。まずまずの成果だな。認めてもらって光栄だ。その皮肉聞けなくて寂しかった。そうか。ズボンにナイフがないぐらいの寂しさだ。よし、右の浴槽を調査しよう。俺は左を見る。何か見つけたら呼べ。何もないな。水面に何か浮いてる。油のようだな。銀の蓋。下水道で見つけた容器の底とは
ディクストラ、来てくれ。何かあったか？ああ、爆弾の一部だ。ハッペン、温盤浴槽を排水しろ。客の記録も持ってこい。そこにあるものを調べよう。柵が取り除かれてる。ここから爆弾を流したんだ。ハッペン、あの日は誰がこの浴槽を使った？ベルトルド・ハインツ議員、酒造家のヨセフ・シュバイク、それとヘンケル辺境博。ヘンケル？ありえない。ヘンケル？誰だ？誰だったかだ。あのじいさんは去年の冬に死んだ。強盗の日に来られるはずがない。死んだ？初耳だ。辺境博は女を買いに行って死んだ。下着姿でな。だから家族は密葬を行った。だが俺には情報屋がいる。でも確かに見たんだ、ルーベンさん。絶対だ。話しかけたか？よく顔を見たか？いいえ、入る時に通り過ぎただけで。ではお前は偽物を見たんだ。たまには考えろ。まんまと騙されよって。そしてゲラルト、お前は今すぐに調査を始めるんだ。わかった。どこから始める？ヘンケルの自宅、大広場の南にある人の住んでいない建物だ。そこにコソドルの手がかりがあるかもしれん。さっさと行け。脅迫の邸宅というより物乞いのあばら屋みたいだ。ダンディリオンは面白い友達を作ったな。足跡か。銀の容器、下水道で見つけたものと似てる。それにボトルだ。誕生年のワイン、極めて上質なものです。驚くほどの芳香、ぜひお試しを。終わったら元の位置にお戻しください。誕生年か。ダンディリオンか。シリのものか。
1245から54年。音がした。隣の部屋だろう。隠し部屋か。ダンディリオンと爆弾の作り方の指示書、場所だろう。カルクスタインの署名がある。砂糖、それにワイバーンの油に浸された物質、うん、カリウムか。爆弾の作り方の指示書、カルクスタインの署名がある。シミ、ワイバーンの油だ。シリエ、メンジに追われてる。奴が宝を奪い、ダンディリオンも捕まった。逃げるんだ。足音か。まずいな。まさかここで会うとはな。しかもトリスと一緒とは。魔法が使える者がいれば助かると思ったんだ。爆弾に刻まれたルーン、あの意味を知りたくてな。君も知りたいのか、トリス。いいえ、お金のためだけよ。皮肉な唯物主義者を演じるメリーゴールドか。最高だ。本当のところ、トリスが来たのは理想のためだ。仲間を救うには金がいる。宝を取り戻したら俺が彼女を助ける立場になるだろう。ところで、ボクレール人は言葉遣いが悪くて恐縮なんだが、俺の金を盗んだクソ野郎は見つかったか？無駄な手間をかけたな。爆弾を調べても無意味だ。なぜだ？宝を盗んだのは誰か分かった。聖堂衛兵団の団長、カレブ・メンジだ。おやおや、メリーゴールド、君の報酬は報復とセットのようだぞ。ゲラルト、分かったことを教えてもらえるかな。早く知りたいんだ。ヘンケルに聞いた。老人は元気だ。債権者から逃げるために死んだふりをしたんだ。妙だな。借金があったとは初耳だ。あったんだ。メンジは強盗に手を貸せば面倒を見てやると。ゲラルト、どう上品に言ったものか。ふざけるな。お前の尻からひり出した作り話で騙せると思ったなら、俺のことを少しも分かっていない。確かに嘘だ。だが一部だけだ。半分がライオンやワシの怪物なんかの話は聞いたことがあるが、半分真実の話が存在するなどとは納得できん。とにかくやってみる。ヘンケルには会っていないが、メンジは確かに宝を持っている。水晶玉でも覗き込んで占ったのか。さあな、企業秘密だ。何か隠してるな。我慢できないことの一つだ。ニルフガード人以上にな。だがこれはビジネスであって結婚ではない。全てが嘘でもなかろう、お前は人を騙すのがうまいやつではないからな。メンジは最近大金を使っていた。だが形式上やつはビタ一文持っていないはずだ。次は何を？メンジは夜を不当で過ごすらしい。ウィッチハンターの兵舎だ。会いに行ってどこに俺の金を保管しているのか聞こう。メンジが喜んで何かを認めるとは思えん。俺もだ。苦難を共にしたウィッチャーと女魔術師を雇えたのは幸運だ。私たちの過去に何の関係が？たくさんある。恋人同士は片方のためなら地獄に飛び込む。まさにこの仕事にぴったりだ。すなわちお前たちがハンターの兵舎を生きて出られる可能性が大幅に高まる。俺の宝と一緒にな。情報が古いな。俺たちはもう知ってると。もうロックムインでの会議の1週間後に別れた。リクセラがポンターに流れ込む近くの森でな。だがよく言うだろ、昔の恋は決して色褪せないと。初恋よ。
で、なぜ知ってるの？ああ、それは秘密だ、恋人たちよ。では、幸運を祈る。まあ、そこまで強く否定しなくても。俺の立場になってみろ。なんて言えた？立場が逆なら、リクストラに何を言うかなんて心配しなかったわ。まったくね。話がそれたわね。宝を取り戻さなきゃ。トリス、正直に言おう。ディクストラの金には全く関心がない。やっぱりね。シリのことでしょ。ああ、メンジはどこかにダンディリオンを拘束し、ダンディリオンはシリに会ってる。じゃあ話は別だわ。聞いて、真夜中に港の東にある教団の礼拝堂に来て、一緒にウィッチハンターの兵舎に入る方法を考えましょう。わかった。じゃあまた。助かるよ。